はいどうも、つるちゃんでございます。では、今日もいつも通り、えー、答え合わせからいきます。1番、1年3000の構成要素を3つ答えなさいということですね。えー、これは10回語具、重如税3世間ですね。2番、主張の生命境外に応じて、国土、環境にも差異があることを何と言いますか 国土というのでも答えが書いてあります。国土世間です。3番。天台大師が肝心によって得た因果の功徳を妙法を受持することによって得ることができるという法理を何というか。これは受持即肝心ですね。4番。妙法を解き人々に物資を下ろす利益を何というか。 物資を下ろすなので、下収約ですね。5番。これ大丈夫ですね。本題の階段、大目三大。6番。人を志すは、すべき三角。三角は、階、上ですね。階、前上ですね。で、知恵の絵ですね。7番。 永遠に人々を救っていきたいという釈尊の慈悲の代願をご承何に言っておりますでしょうこれはですね、毎日言言の時にお読みしております、受領文ですね。毎、字、座、税、年の悲願ですね。自らその念をなす、ちょっとこですね。8番。日蓮大聖人の、えー、 真偽に位牌し、御所をないがしるにした高僧たちを何と言いますかというこですね。これは日光聖人様を含めたのが六老僧で、日光聖人様を除いたのを五老僧と言いますので、五老僧のことですね。9番、仏法の法の限り、国や地域、時の風習、ね、習慣を尊重して、 あるという法理をです、ね、10番心と体が深く関連し合っているという法理を何というかというですねこれ前にもやってますね色神二となりますはいということで今日もさらっと解説をしていきます1年3000ですねこれも前の動画で、えー、詳しくやってるのでですね さらっといきますね。一年とは瞬間の生命であり、三千とは全ての物事や現象のことを言いますと。自身の一年が変われば、取り巻く環境も変わり、次には、えー、世界をも変えていけるという希望と変革の原理ですということですね。で、構成要素、十、えー、回五分のことですね。 10階の中にさらに10回が互いに備え合っているというのが10回語ですね。要は100回のことですね。で、十如でこれも分かりますね。毎日の言語の時に、えー、方便本の末文ですね。宋、小対、力、差、因縁、下法、本末、共闘中ですね。宋は表面的なもの、小は内面的なもの、対は宋と対を兼ね備えたものですね。 えー、力は内在している力、作用は内在している作用ですね、えー。因は原因、縁は結果を招く変化の補助ですね。同じ原因と結果でも、縁によって結果が変わってきたりするものでありますね。えー、で、方が報いですね。で、それらは全部等しいですよというんですね。本末共等と言います。 三世間も大丈夫ですね。五運世間、主情世間、国土世間の三世間になります。運とは集まりのいいですね。五運の働きには十回によって異なり主情の心身は5つの運が集まったものであると。四季、樹、創業式ってこれも前の動画でやっているかと思います。 続いて、本尊とは根本として尊する、これもやってますね。を意味し、私たちが信仰の根本とするのは、日蓮大聖人が表せた南明法蓮華経のご本尊でありますと。南明法蓮華経は万人、成仏の根源の方であり、その名前ですと。とそして、明法とは仏界であり、すべての 人に備わっていますと大聖人はこの妙法をご本尊として表してくださいました南妙法蓮華経が法としての本尊でありその法を自身に開き表された大聖人が人としての本尊です私たちはこのご本尊を信じて拝するときに自身の妙法仏懐を開き 表すすこととがでできるのですと忍法一家と申しますね。そして、大聖人は法華経の国営の儀式を用いて、えー、おまんだらご本尊を表されましたと。これは、生命の実会や、そちら、晩をすることなく備わっており、実会語具を意味しますと。実会語具は1年3年の収穫のですそれを 理論上だけでなく、大聖人の成仏の姿、振る舞いという事実の上に表されたので、このご本尊は自身の一年三千と拝します。で十字足肝心は、年代大使は成仏に至る修行として、自身の心を見つめる肝心を実践しました。しかし、この修行は大変な努力と、 能力が必要なため、成仏ができる人は稀でしたと。それに対して大聖人様は、ご本尊を信じ、従事することによって、これまでの肝心によって得られた成仏への原因と結果の功徳を受けることができると教えられていますと。これを従事則肝心と申し上げますよってことですね。下手仏法、私たちの成仏に必要なのは、 ブッシュの何名法蓮教ですと。これを人々に、時、ブッシュ種を下ろす利益を下手薬と言いますと。次に、す、え、で、ー、に持っているブッシュを開発し、成熟させていく利益が熟奪ですね。終熟奪の熟ですね。そして、仏の悟りを得て、 苦悩から解放される利益を脱着ですねと言いますと。下手を受けていない末法の主張は、下手の方を明らかにあ、下手の方を明かしていない釈尊の諸教典では成仏できませんと。これに対して、ブッシュの南明法蓮華教を解く日蓮仏法は、 月収役から始まるので、万人を成仏に至らせることができますということですね。はい、続きまして三大法ですね。三大法とは、本門の本尊、本門の階段、本門の大目ですね。これも大丈夫ですね。本門の本尊は、南明法蓮教のご本尊であり、おまんざらの御本尊を法本尊、日蓮大聖人を人の本尊と申し上げると。 階段は本尊を安置し、信じ、修行に励む場所ですと。お題目は本物の本尊を信じて南民保連教のお題目を唱えることですよとことですね。そして三代表は仏道を志す人が、えー、体得すべき三学に準じて説かれたものですと。三学とは、会場へですね。会は 悪い行いをやめると、戒律を守るということですね。情は心揺るぎなく定めて内装するということですね。禅情のことですね。A は心理を確知する知恵ですね。本文の本尊が階、本門の階段ですね。階段が階で本尊が情ですね。題目が知恵に当たりますと。 シャクソンの永遠の願いとは何か、それは永遠に人々を救っていきたいという、えー、慈悲の代願ですね。あり、これを御書では、マイ・ジー・ザ・ゼーネンの悲願と言われてシャクソンに呼び出された自由の菩薩は、師匠の代願を我が心とし、光線ルフを誓願しますと。それを受け、 釈尊は自由の菩薩に妙法愚痴を託す付属のことをですねその自由の菩薩の行動の連帯があって好戦力が実現するのですとまた大聖人は大願島は北京愚痴なりこれも何度も言ってまいりましたねと王仙なり民衆救済の 生涯を贈られ弟子たちに甲府光景を託しますと大聖人の本心のままに高の負の大願成就を誓って立ち上がったのが現代に出現した学会でありますとで日蓮大聖人が弟子たちへ贈られたお手紙や論文を日光聖人様は御所と読んで 尊重されましたと。御書は信仰の根本とすべき聖典ですと。大聖人は文字を学ぶ機会が少ない庶民にも分かるように金交じり文で御書を書かれていましたと。しかし、日光商人以外の弟子である御老僧ですね。日露、日光、日朝、日時。 日ですね、身延派の方ですね、はその真意が分からずに中には金混じり文の御所は恥として焼き捨てたりする者も,もいましたと日光商人の精神を継いで創価学会では昭和27年、ね、1952年4月28日に大聖人様の、えー、御所善集ですねを発刊しましたと。 これは立衆700円を記念して、戸田先生が、の発願ですね、戸田先生の発願により成し遂げられたものですと。それ以降、学会では御所を拝して新人を期待抜き、実践の共学の伝統を築いていますと。全知識と悪知識。人間の心は揺れやすく、新人を 触発してくれる全知識が必要ですと,知識とは仏法上では友達をとか友人のことでありますと。全知識は正しい近づいて良い友達。悪知識は仏道修行を妨げる友達とです、ねで。方々限界。商法を誹望するものですね。 のことを厳しくいさめることを言いますよってことですね。方々とは非謗消防のことであると。そして、随法美には仏法の根本法理に従わない限り、えー、国や地域、時代の風俗、習慣を尊重し、従うべきであるとした考えでありますと。随法とは地域の風俗に従うこと。 ミニとは、戒律の意味でありますよというです、ね。そして最後です。えショうフにっていうのと、色神フにというのがありますね。えショうフには、エホ環境、国土と商法、主体の人々が深く関連し合っていることと。それに対して、色神フニというのは、色法ですね。物質や肉体面の働き。 と進歩心の働きは深く関連しているということですね。はい、ということでですね、またまた問題を出して終わります。1番、戸田先生と牧口先生が逮捕された理由は何か2つ答えようですね。何罪っていうことでしょうね。 池田先生の入信記念日を答えよう、えー。3番、昭和27年池田先生が支部幹部として1ヶ月で支部201世帯の愚痴を成し遂げた戦いを何というか。4番、昭和33年3月16日、青年部代表6000人が大行動に集まり、高専留府、 の一切を託される儀式が行われましたと。後に何と言われているかということですね。これも有名ですかね。昭和50年、これ5番ですね。昭和50年1月26日、SGI はどこで発,作発足したかですね。6番、池田先生が会長を辞任されたのはいつかというとですね。7番、安倍日経が画策、えー、した。 創価学会分離作戦は通称何というか何作戦でいうかですね8番学会を反問した、えー、日賢宗は誤逆罪の中で何の罪に当たることをしてありますかってことですね学会を反問したのは誤逆罪の何に当たるかっていといですね9番日賢宗の邪気であるホス信仰を破竹する 五門の空欄を埋めよ。時の、あ、これもう、唯一おけもんのあれですね。時の何々といえども、ぶあ,あ、になった。何々に相違して小木を構えば、これをもちうえからざることということですね。最後10番です。日賢宗の邪気である相続、差別を発しゃくする五門の空欄を埋めなさい。この世の中の○○は、 嫌うべからず。ということですね。では、いつも通り、えー、一通りですね、一時停止してから、ぜひチャレンジしてみてください。ではまた同じくですね、次回の動画で回答解説を行いますので、チャンネル登録をしていない方は、ぜひチャンネル登録をして、次回までお待ちください。 ではまた次回の動画でお会いしましょう。